してますよ。ぴょんぴょん、うさぎがぴょん。でもどうして突然あんなこと。いや、まあちょっとな。夢の中でお前の死体を見たからだって言わないのか。お前は黙ってろ。ん、伊達さん、迎えに来てくれたんですね。でもちょっと気が早すぎるんじゃないでしょうか。え？イクラマンの約束をしたのは明日です。イクラマンの約束なんてしてない。デートの約束ならしたが。まだ午前0時を回ってませんよ。ちゃんと言いつけを守っておとなしくしてたんですから。伊達さんも守ってくださいよね、デートの約束。おい伊達、イリスの無事は確認できたんだ。もう気が済んだだろ。分かってる。ところでお母さんの姿が見えないようだが。ママはさっき出かけていきました。誰かからナイルが届いたみたいで、なんだか慌ててるみたいだったけど。どこに行ったんだ。さあどこでしょう。行き先は言わなかったから。あ、そうだ、お茶でも飲んでいきません？いや、悪いがもう失礼するよ。もう帰っちゃうんですか？ああ、まだ片付けなきゃいけない仕事がたんまりと。じゃあ今夜1時の配信を見てくださいね。配信？あ、忘れちゃいました。私こう見えてもネットアイドルなんですよ。ネットで何かやるってことか。はい。夜中の1時に。そうです。ダメだろ、高校生なんだから。あー、そういうおっさん臭いこと言っちゃうんだ。事実おっさんだからな。でも大丈夫ですよ、今日のは商業的なやつじゃなくて個人的な配信だから。そういう問題じゃないだろ。それに明日は日曜日だし。曜日も関係ない。とにかく見てくださいね。ちゃんと見たかどうか明日のデートで確認しますから。わかったよ。まあなんだ、何事もなくてよかったじゃないか。ああ、そうだな。だって私、近いうちに死んじゃうから。あのスマホ本庁の方に回していろいろと調べてもらったの。そしたら分かったことがいくつか。まずあのスマホの所有者は2日前に殺された名波祥子よ。祥子？ええ、顔認証のプログラムに彼女の相棒だけが登録されてたの。
あのスマホに電話をかけてきたのは誰だ。残念だけど、相棒が調べたこと以上の情報はないわ。発信元の番号はレンタルスマホのもの。登録者は偽名を使っていたため、正体は不明だが、さっきの情報から分かったことがある。昨夜我々が発見したスマホは翔子のものだったんだろ。そうよ。発信者が電話をかけたのは2日前の午後9時2分、翔子が殺された後だ。このことから分かるのは、発信者は殺害犯である可能性は低い。殺した相手に電話をかける理由がないから。でも犯人は瑞希に電話を取らせようとしたのかも。そのために瑞希を現場に呼び出して。だったら馬の中なんかにスマホを隠したりはしないだろう。もっと見つけやすい場所に置いておくはずだ。それもそうね。いずれにせよ、発信者が怪しいことに変わりはないわ。怪しさポイントその1、発信者は偽名を使ってスマホを登録してる。その2、伊達くんが警視庁の名前を出した途端、相手は速攻で電話を切った。その3、さらに伊達くんの番号を着拒してから、おまけに電源まで切った。完全に伊達の失態だ。現行処分を要請する。充電できなくなってもいいのかよ。その辺のコンセントでするから大丈夫だ。とにかく何としてでも発信者を特定して、現報されたくなかったらね。翔子のスマホの履歴、やっぱり手動で消されたみたいね。本体のデータは削除されちゃってたけど、通信キャリアのサーバにはちゃんと記録が残ってたのよ。やり取りの相手は仕事の関係者。今本庁の方で捜査を進めてるわ。お給料の件についてだけど。お給料。昨日所轄の警察で事情聴取を受けてから連絡が取れなくなったって言ったでしょ。その居場所がね、分かったの。どこだ。中央病院よ。昨日の夕方、交通事故に巻き込まれて搬送されたらしいわ。意識不明の重体だって。それってもしかして首都高の。あ、知ってたんだ。昨夜ブルームパークへ向かう途中、ラジオのニュースで聞いた。だが渋滞となったのがまさか沖浦だったと。伊達くん、沖浦から話を聞いてきて。彼は殺された名波翔子の元夫。何か手がかりを知ってるかもしれないわ。だけどあいつはまだ意識不明の重体で。だったら叩き起こせばいいじゃない。友達なんでしょ。無茶言うなよ。昨日のシンクの後、病院へ戻したわ。しばらく入院することになるんじゃないかしら。そいつは妙だな。瑞希の携帯は今伊達の自宅にある。 GPS や Wi-Fi のアクセスポイントから考えて間違いない。家に帰ったってことか。おそらくそうだろう。だがどうして。さあな。相変わらず特に進展はなしよ。ほんと本庁の連中は無能なんだから。唯一の手がかりといったら、昨日伊達くんが見つけてくれたスマホぐらいね。あれが突破口になってくれるといいんだけど。伊達、お前は昨日イリスとデートをすると約束した。一体どうするつもりだ。ちょっと何よそれ。ただの社交辞令だ。約束とはルールであり、
プロトコルだ。絶対遵守しなければならない。人間の世界にはな、曖昧な約束ってもんもあるんだよ。つまりなかったことにすると？そうは言ってない。今日という一日が終わるまでにはまだたっぷりと時間がある。それまでに軽く会って話せばデートしたことになるだろう。じゃあ本気でデートするわけじゃないんだな。当たり前だろ。そうか、ならいいんだが。あれ、ちょっと相棒ホッとしてない？もしかしてイリスに焼いてたりとか？バカ、そんなわけないだろ。なんで私があんな小娘に。はいはい。本庁のデータベースには名波翔子殺害事件に関する捜査報告が随時アップされている。ざっと見たところ特に進展はなさそうだ。なあ、だて、久しぶりにあの店にでも行ってみたらどうだ？あの店？小金横丁にあるスナックマーブルのことだよ。確かに水木については謎が多いな。だが直接話を聞かないことには何とも。失声症、早く治ってくれるといいんだが。相棒、行くぞ。了解だ。誰もいないな。あ、いない。さあ鳥さん、飲み込んだ鮎を吐きなはれ。鮎を吐いておくんなはれ。それは京都の鵜飼だ。おいだて、見ろ、テレビの中からサバコが。サバコって誰だよ。この病院の看護師です。沖浦さんの担当を。それが夜中に抜け出してしまったみたいで。抜け出した？沖浦さん運ばれてきた時は内臓破裂の重体で、一応手術は無事に成功したんですが、まだとても動ける体じゃないんです。このままでは傷口が開いてしまって、最悪の場合。最悪なことに。ええ、ほんと弱りました。一体どこ行っちゃったんでしょう。沖浦のやつ怪しいな。あいつには翔子殺害時のアリバイがない。捜査の報告書にそう記載されていた。いや、だがアリバイがないだけじゃ。だけじゃないだろ。沖浦とは連絡が取れない状態が続いている。さらにあいつは入院中の水木の元を訪れようともしなかった。実の娘がひどい現場を目の当たりにして心に深い傷を負ったっていうのにだ。おまけに今回の失踪、重体であるにもかかわらず
あいつは病院を抜け出した。もしかしたら逃亡を図ったのかも。アイボ、レムニスに電話を。了解。はーい、こちら芸能プロダクションレムニスケイト。ご用件はなんじゃらほい？どこに行ったか何か心当たりは？それがさ、わかんないんだよね。うちらも探してんだけど全然連絡が取れなくて、めっちゃ心配してるっつーか、体とかマジヤバくねーみたいな。あ、でももしかしたら散歩家にいるかも。散歩家？それってもしかしてサンフィッシュポケットのことか？沖浦さん突然散歩家を貸し切りにするとか言い出したの。なんかシークレットイベントでもやるつもりだったんじゃないかな。だけど事故に巻き込まれちゃってできなくなって、その関係で散歩家にいるって可能性もなきにしもあらずで。ありがとう、役に立ったよ。うむ、お安いご用。さらばじゃ。散歩家か、行ってみる価値はありそうだな。ええ、いませんね。ご覧の通りもぬけの殻で。沖浦さんの病室です、間違いありません。サガン瞳、イリスの母親だ。ああ、だがどうして？ああ、伊達さん、お邪魔しています。水木、何をしてる？見ればわかるでしょ。ベンプレだよ。お前、喋れるようになったのか？失声症、治ったんですよ。昨夜瑞希ちゃんからナイルが届いたんです。先生助けてって。瑞希ちゃんが精神的に参っていることはすぐに分かりました。だって瑞希ちゃんはお母さんの変わり果てた姿を担任として放っておくわけにはいきませんでした。担任？私瑞希ちゃんのクラスの担任なんです。それで慌てて病院へ。さっき出かけていきました。誰かからナイルが届いたみたいで。そしたら瑞希ちゃん筆談で家に帰りたいって。沖浦君の自宅ではなく今住んでいるこの家に。私がここにいるのはだからです。すみません、勝手にお邪魔してしまって。私が小学校の教員をしていることは言いましたよね。ああ、だがまさか瑞希の担任だったとは。私も瑞希ちゃんが伊達さんと一緒に暮らしているなんて知りませんでした。沖浦君の事情で瑞希ちゃんが別の家から学校に通っているのは聞いていましたけど、沖浦君はそれを親戚の家だって。でも違ったんですね。瑞希ちゃんからなんとなく経緯は聞きました。
水木ちゃん。口数は少ないですけど、とても利発で聡明で、そして何より優しい子だと思います。優しい？私が重い荷物を運んでる時に何も言わずにそばに来て持ってくれたりするんです。私がクラスのことで悩んでた時は花を摘んで届けてくれたこともありました。確かにちょっとした問題もたびたび起こしはしますが、でも決して悪い子ではありません。問題というのは？理科の実験で使うためのカエルを全部逃がしちゃったり、学校のいじめっ子たちを懲らしめようとしてその子たちの前歯をへし折ったり。それはちょっとした問題ではないと思いますが。私は好きですよ、彼女のこと。ただほんの少し不器用なだけなんです。沖浦君と同じで。確か沖浦とは高校時代からの知り合いでしたね。ええ、英徳学園で同じクラスでした。ところで、あなたが勤めているのは公立の？はい、区立の小学校です。偶然ですか、知り合いの子供の担任になったのは。そうですね、クラスの担任になったのは偶然です。でもうちの小学校に瑞希ちゃんが入学してきたのは偶然ではありません。沖浦君、私がいる小学校に瑞希ちゃんを通わせたいと思ったみたいで、それで学区を変えるためにわざわざ引っ越しを。5年前の春のことです。沖浦が翔子と離婚する前のことですね。ええ、だけど翔子さんも強く反対はしなかったと聞いています。さあ、なぜでしょう。理由はわかりません。何か特別なことをしたわけではないんです。ただ瑞希ちゃんのそばにいてギュッと。ギュッと？ええ、強く抱きしめ続けたんです、一晩中。そしたら瑞希ちゃん、明け方になって先生って一言漏らして、それからボロボロと泣き始めて、今はご覧の通りすっかり良くなったみたいです。胸の奥に仕えていたものが涙と一緒に流れ落ちたのかもしれません。沖浦君ですか？いえ、特に心当たりは。そうですか。瞳は沖浦が入院したことを知らないようだな。これは右肩の骨にチタン合金製のプレートが埋め込まれている。まさか。やっぱり気になりますよね。動かないんですか？ええ、感覚もありません。事故か何かで？そうですね、事故みたいなものかもしれません。6年前、銃で撃たれたんです、右肩を。それで神経をやられてしまって、ある日突然見ず知らずの暴漢が私の家に押し入ってきたんです。一丁の拳銃を手にして。どうやら男はその時正常な判断ができない状態にあったらしく。薬ですか？そうかもしれません。供述では誰でもよかったと。いわゆる通り魔的な犯行だったようです。Thank you.
おかげさまで治ったよ。っていうか伊達のおかげでもなんでもないけど、先生が一晩中そばにいてくれたからで。言うタイミングなんてなかったじゃん。そもそも私たち日常的にほとんど会話なんて交わしてないし。お前が話そうとしないからだ。伊達が何も聞いてこないからだよ。先生は私にとって特別な存在だよ。パパとは古い付き合いだし、大好きなイリスの母親でもあるし、たまに夕飯とか先生の家で一緒に食べたりも。本当はいけないんですけどね、一人の生徒をひいきしてしまうのは。でも瑞希ちゃん、放課後に寂しそうにしてることがあって、そんな姿を見ちゃうとどうしても。瑞希、お前にナイルしてきたのはおきうらだな。え、なんで？俺には切れやすいが頭も切れる優秀な相棒がいてな、そいつに調べてもらった。前半は余計だ。送信時刻は2日前、金曜日の午後8時5分。文面はこうだ。瑞希、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要だ。そうだよ、確かにパパの携帯からナイルが。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってたのか。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで太田を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやコロツキの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの瑞希でも一人で行くのは心細かったんだろう。パパがどうかしたの？お前聞いてないのか？何を？この様子だと事故のことは知らないようだな。あそこに行った時刺さってたんだ、ママの左目にアイスピックが。私気が動転して、とにかく抜かなきゃと思って。それでパニックになって引き抜いた。うん、太田が逃げ出した後のことだな。そう。その時何か音を聞かなかったか？音？スマホの着信音なんだが。ああ、そういえば聞いたかも。だけどどこで鳴ってるのかわからなくて。それで私怖くなって柱の中に。柱の扉少し開いてたから。これで確証が得られたな。2日前の午後9時2分、あのレンタルスマホは間違いなく馬の中で鳴ったんだ。多分なかったと思う。左目の穴は空っぽだったんだな。うん、ありがとう。悪いな、辛いことを思い出させちまって。別に。やはり眼球をくり抜いたのは瑞希ではなかったようだな。
水木が現場に着いた時にはすでに抜き取られていた。眼球は付近からも発見されていないし、おそらく犯人が殺害現場で。さあどこだろう。何か心当たりは？ないよ。あるわけないじゃん。パパの行動をいちいち把握してるわけじゃないし。お前がいた病院には来なかったんだよな。うん。でもあの人はそういう人だから、いつも忙しいし、私のことなんか。とにかく水木の失声症は治ったんだ。よかったじゃないか。ああ、そうだな。まさか瞳が水木の担任だとは思いもよらなかったが。ん？どうかしたか？いや、なんでもない。